たミーティングが今白チーム赤チームともに行われていることでしょう。選手全員ぜひ飛び乗っていただきたいんですが、スタッフのシミュレーションでは13人でした。13人飛び移ることはできました。ただこれだけ立派な体格を持つプロ野球選手の皆さんです。果たして何人が飛び移ることができるんでしょうか。それでは高橋さん、よろしくお願いします。はい、両チームそれぞれ作戦大体まとまったようです。それでは参りましょう。飛んでいく順番も鍵になります。私がせーのと言ってから5秒以内に飛んでください。よろしいですか。お、1人目も赤組は一番体の大きな菅野投手が最初に飛ぶ。お、対する白組をスタンバイできました。参りましょう。じゃあ1人目せーの。はい、ここは簡単です。どんどん参りましょう。下ついたらアウトですよ。大丈夫ですか。参りましょう。3人目、はい、赤組乗ってください。では4人目、せーの。はい、まだまだいきます。5人目、せーの。6人目、せーの。お、徐々に。ちょっと待ってくださいよ。白組がつけそう。梶谷選手かかと、両かかと出てますね。大丈夫でしょうか。参りましょう。続いてせーの。はい、8人目いきます。8人目、せーの。はい、いいですね。まだいけます。かかとも切れるスペースが入っています。9人目、せーの。はい、まだ余裕があります。10人目、せーの。お、全員乗り切った。さあ続いて11人目赤組からも、では選手お願いいたします。追加の選手お願いいたします。13人目、